第5回の、V シンポにお集まりいただきありがとうございます。ファシリテーターを務めさせていただきます、旧大院役の、よりたてと申します。よろしくお願いします。今回、最先端ケムバイオということで、非常に著名な3名の先生方をお招きして、このシンポジウムを開くことに、なりました。非常に著名な先生方で、お話を楽しみにしているところでございます。でですね、最初に少し、スライドで、この回の説明をさせていただきます。今回の、シンポジウムでは、この3名の先生方に、お話をしていただきます。はい。で、このシンポジウムを、主催していますのは、ケムステーションという、ウェブサイトで、まあ、第5回となるので、リピーターの方々は何度も聞いたお話かもしれませんが、もう一度お話をさせてください。ケムステーション、今年で設立20周年となる日本最大の科学のポータルサイトとなっています。で、現在のところの公開ページ数は8347ページ、スタッフ数は128となっていますが、V 新法開始当初の人数がこれで、現在どんどん増えている状況です。はい、スポンサーも30社以上ついているという状態になります。はい、で今回は、第1回シンポジウムと、似たような名前を付けさせていただいたんですが、最先端有機化学という第1回のシンポと、があったのに対して、まあ、今回は最先端ケムバイオということで、最先端と呼ぶにふさわしい、講師の方々をお招きして、で、このケミカルバイオロジー、ケミストリーとバイオロジーの境界領域が秘める大きな可能性を伝えたいという、こちらの趣旨でありました。はい。で、第3回以来の、V 座談会も今回閉催しますので、お楽しみにしていてください。で、参加者、こう直前にどんどん増えているんですが、まあ、1500人超えましたということで、ありがとうございます。はい、いつも通りなんですが、Zoom ベースの YouTube ライブ配信で、講演者との発表の間には、5秒ほどの遅延があります。で、質問や感想は YouTube のチャット欄に随時書き込んでくださいと。優しい質問または、はい、コメントを歓迎します。で、それぞれの発表が終わった後に、ファシリテーター、モデレーターがピックアップして講演者に質問しますので、そのディスカッションもお楽しみください。で、著作権などの関係もあり、講演の録画や個別配信はきつくお断りさせていただきますので、よろしくお願いします。で、開催数がまだ少ない試みなので、至らないところがあるかもしれませんが、ご容赦くださいということで、開始早々ちょっとトラブルが起きてしまったのですが、今日もどうぞよろしくお願いします。それでは、モデレーターの方々を紹介していくので、一度こちらの、共有を切らせていただいて、モデレーターの方はカメラとマイクをオンにしていただいて。ですね、はい。それでは、僕の上、にいらっしゃいます、カルテックの尾花さんです。ケムステスタッフの尾花です。よろしくお願いします。すみません、左が、ケムステスタッフの瀬川くんです。瀬川です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。で、今回、外部モデレーターとして、東大の大栗研の助教の谷藤くんが、入ってくださいました。よろしくお願いします。はい、ライブモデレーターとして参加してます、谷藤です。よろしくお願いします。はい、このようなメンバーで、質疑応答を、担当させていただきます。続いて、講師の先生方のビデオとマイクをオンにしていただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。まずそうですね、 YouTube 画面僕の左側が、安藤先生。お願いします。はい。で、その下に行って、三藤先生。よろしくお願いします。お願いします。僕の下が、浜地先生です。よろしくお願いします。はい。でですね、ちょっと講師の先生方の紹介も、入れたいところなんですが、まあ、有名な先生方ということと、今日ちょっといろいろと遅れてしまったので、そのまますぐに、講演に入らせていただきたいと思います。